来るか。現在は5番手の位置、1番の石井が続いています。最後方7番のサイマルです。残り600の鐘、7名縦一列の体型、動きはありません。誘導員の後ろで4番の吉松が後ろの様子を伺っていますが、後方からの動きはまだありません。4番の吉松、じっくりとここは構えていくか。直線に戻ってきました。残りが一周になるところで3番の藤田が前に上がっていきます。4番の吉松が合わせて踏んでいこうというところ、3番の藤田が前を叩けるか。現在は2番手の外あたり、おっと1番の石井が落車、7番のサイマルも落車しています。4番の吉松が先頭、2番手は2番の飯島、3番手内から5番の永田が前に上がろうというところか。外には3番の藤田がいます。4番の吉松が先頭で4コーナーから直線に戻ってくる。4番の吉松先頭、後ろから2番の飯島持ってくる。吉松が粘る、吉松粘ったゴールイン。2着は2番の飯島、3着5番の永田です。しかしこのレースは落車がありました。